先ほどもありましたけれども、思ったことをずけずけ言うというのが一つのテーマになってはいるんですけれども、僕はですね、いまだに生放送に出るときにはスタッフから釘を刺されるんですね。生放送ですよっていうのを、もう46、今年7になるんですけれども、この間も収録前に、リアルスコープという番組なんですけれども、プロデューサーの方から直々に、くれぐれも7時台の番組なのでよろしくお願いしますということだったんですけど、オンエアはどれぐらい使われているか分かりませんが、結構全開でやらせていただきました。このブラックプレジデント三田村という役がですね、ちょっと私生活にも徐々に影響を与えるようになってまして、家族、友人、スタッフ、ちょっと若干引き気味になってます最近。でもなんでしょうね、ずけずけ言うっていうのは結構気持ちいいんだなっていうのを役を通してすごく今感じているところで、実際現場ではもう3話4話の収録に入っているので、だいぶ三田村のブラックぶりも板についてきました。なのでこれから、また、電波ジャック等々生放送たくさん控えてますので、皆さんそちらも含めてお楽しみにしていただければと思います。4月8日火曜日、朝から飛ばしていきたいと思います。番組ともども、まあ、番組に影響はないように、プロデューサーの方でちょっと今グー握ったりしませんよね、後ろの方で。ないように、気をつけて、まあ、発言はしたいとは思ってですが、やっていきたいと思います。あと僕、三田村個人はですね、決してブラック企業の社長だと思っていないので、その辺は一応了承いただきたいというか、皆さんブラックと思っているかもしれないですが、僕は思ってないんで、そういう目線で見ていただけると楽しめるんじゃないかと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。